どうもななゆです2023年度初回の動画ということで明けましておめでとうございます、えー、楽しい数学の世界へ本年も数学の動画よろしくお願いいたします、えー、決意表明ということでまあ一発目ですね、えー、今日もねあのー、動画アップしますけれどもまず最初にねあの本年の目標ということでまあ、えー なんとですね3周年に突入ということで今年あの3周年目なんですね。えー、早いもんでねまあ、毎日投稿できているということがまあ皆さんのおかげだと思っています。えー、本年、ねまあ目標として、まあ、これ昨年と大して変わらないじゃないかというふうに思う方がいると思うんですけどこの同じことをやるっていうのがいかに大変かっていうことをちょっとこうしみじみ思ってる最近でございますね。えー まあ難関大学の入試問題演習ですね過去問の解説ということで、まあ、これがまあまあえー、解放がまあ何通りかあるものとか、まあ、それは何か何回かに分けたりしてあっ面倒くさいなと一発でやれよって思う人いると思うんですけどねあのちょっと分量が長すぎちゃって、まあ、2回に分けたりとかしてることもあるんですけどまあ えー、大学がね難関大じゃねえんじゃねえかとかねいろいろとコメントあると思うんですけどまあ基本的には典型問題だったりまああるいはえっ、ー、とちょっと変わった問題だったりまあ目を引く問題だったりしてね、えー、まあ面白い問題をね取り上げて数学を楽しんで学んでいただければというふうに思っています。はいまあこれが、えー、タイトル青で書いていますねまあタイトルね変える機あんまりないんですよね。 まあなんかそのブレるのもあんま好きじゃないですしえっとこれ色分けしてるのはもうご存知だと思うんですけどねえ緑は数学オリンピック系の題材ですね JMO の本戦とか予選まあ予選が多いですね本戦あんまりやんないですけどねえの過去問であったりあるいはその類代に相当するような問題をチョイスしたりまあこの動画を作り始めたおかげでまあ海外のサイトって とかにもね。よくアクセスするようになったんですよ。まあそれでね。あのー、海外からのその問題を引用したりすることも出てきてます。まあ、そういうわけでまあ、jjmo とかね。それから im、o、の問題とかも、えー、まあこれからまあ予定をしております。で、大学学部レベルの解説動画っていうのはまあ、これあのー、オレンジ色でね。あ、ま、んま人気ないんですけどね。 まあ一部の人にしか、まあ、まあ多分興味ないんでしょうけれどもまあでもあの需要は本当にあると思っているので、まあ、大学の教養数学であったりとか、まあ、えー数学者を目指す、まあ、数学科のね学生であったりとか、まあ、数学科以外の専門家の物理とか科学工学向きの数学の動画ですね。まあ えー、関数論だとかベクトル解析や微分幾何、それから関数解析や確率統計に関する事項なんていうのは、まあ、数学科以外の人にもかなりね需要があるのでまあこういうところでね少しそのまあ参考書の行間の部分ですね飛躍の部分を極力丁寧に解説をしていきたいなというふうに思っています。あのーまあのま 時間かかるんですよね数学の本ってね。まあ本の方が分かりやすいっていう人はもうすでにその,そのレベルに達しているのでまあその方がいいと思うんですけどね。ただその本がまともにその読むのにまだ時間かかるっていう人その人たちのフォローをしてあげたいなと思ってます。まあ本がしっかりと読めるようにするためにうーんまあ丁寧に解説をしてですね、まあ、本が読めるように、えー、してあげるっていう感じですね。 まあ、その単元の動画を一通り見てみるとね、細かい議論の最後も見えるかなと思いますんで、えー、まあ、おすすめ動画として、ぜひチャンネル登録をしてください。はい。あの、いつチャンネル終了するのかね、えー、ひどいこと言う人いますけどね、まだまだ現役でやっていきたいと思います。はい。というわけでですね、えっ、ー、と、まあ、これで以上かなというふうに思う方いると思うんですけど、 もう一点ちょっと考えてることがあります。それをちょっと紹介させていただきます。じゃーん。これですね。えー、オンライン家庭教師、ズームで提供ということですね。えー、個別指導を受けたまります。えっ、ー、と、今ね、現在、えー、個別の対面授業というのは私、私、えー、個人授業としてはやっていないんですけれども、まあ、以前、あのー、 知り合いの方にその対面授業を個別でね1対1のカフェなんかでやっていたことはあるんですよ。ただまあえー、っとそうですねこのチャンネルを始めてからその生徒さんを、まあ、対面でね、えー、まあやりたいという方はまあゼロなんですね。ただそのズームでそのやるっていうことはまあできるということで。 まあその今はその生徒さんを受け持ってはいるんですけれどもまあ実はその今現在の,その空き状況というのはほぼない状況でえとまあ強いて言えばですねあの木曜日の9時から1時間だけは空いてるんですけどそれ以外は埋まっている状況なんですよ。なんでえとご案内はできないんですけれどもこれ2月にえと抜けますので必ずえと抜ける と思われますので、まあえーとそうですね。2月、3月あたりには、まあ、ご紹介できるかなというふうに思っております。まあ、どういう形でやるかというとま1、あ、つはそのメールアドレス経由で、えー、直接契約をしていただくっていう形ですね。まあ、それはもう。以前からそのえ個別推移については概要欄にえっ、ー、と解説をしているので、まああのご覧になった方はわかると思うんですけど。まあ えー、自宅でカメラ付きの PC があれば Zoom による個別、えー、質問事業だったとかまあ個別事業ですね、まあ、こちらが主導で、えー、カルキュラムを作って、まあ、その通りにやっていくっていう形がまあまあそれかもしくは疑問点の解説っていう形ですねまあそういう形になるかなと思いますまあえっ、ー、と医学部受験に特化した形で、えー、やることもちょっと考えてたりします ただそのオンライン家庭教師、この Zoom でという意味は、えー、直接契約という意味ではなくてメンバーシップを通じて YouTube、ま、に支払,うし支払うという形で、えー、個人のアドレスメールアドレスだけを用意していただいてそこでのやり取りで、えー、とそ Zoom を使って個別の一対一の対面の授業をすると。 どういうことかというとまあいわゆるそのえっ、ーまあえー、と例えば対面授業だったりとかあるいはその、えー、と個別にその契約をするとどうしても個人情報が必要になると思うんですけど、まあ、メンバーシップを通じてであれば個人情報を隠した形で、えー、できるメリットもあるかなと思います。 まあ嫌だったらすぐ辞めることもできますので、まあ、あのー、そこはね、あのー、チャンネルを見ていただいて信頼、まあ、していただくしかないかなとは思ってるんですけどまあこんだけねチャンネルが成長してい,いるのでまあ信頼度も増してるかなと思いますので、えー、まあそこらのその学生講師とはあのー、違うという自負もありますのでぜひね年間を通してね えー、やりたいといとまああるいは、えー、と学生で学部の数学の単位の習得に対してのご支援だったりとかまあそうですね大、えー、数形だとか微積分とかベクトル解析や、まあ、微分方程式などの学部の単位の習得についてのご支援だったりとか、えーまあ、そういうことを承っていきます。まあ えとまあ、まあ連絡の取るために、まあ、アドレスを用意していただくということですね。でまあそれに対してその、えー、写真を送ったりだとか、まあ、そういう形でその連絡を取り合うこともできるし、えー、Zoom で一帯一のオンライン授業を展開することもできるというわけですね。まあテキストというのは、えー、例えば高校生でえー 大学受験を目指す生徒さんであれば、例えば基礎問題成功とか標準問題成功というのが 1A2B3 で、えー、オブ社から出ていますそれから、えー、と教科書で言うと体系数学の1から5の教科書というのがとその問題集というのが、まあ、割とその使い勝手のいいもん教科書になっているかなと思います。えー、受験参考書で言うと、 えとレベル的には入試数学の基礎徹底というものとそれから数学3の基礎入試基礎というのが大学学への数学のの数東京出出版の方から出ていますでそれの上位版にあたる1対1の対応の演習 1A2B3 の6冊ですねそれと、えー、同レベルの演習書である新数学スタンダード演習 1A2B3 ですねその2冊ですね。 まあその上位版である例えば新数学演習とか、えー、あるいは河合塾のハイレベル理系数学といった、まあ、難しい参考書ありますけれどもまあそうですね本当に最上位の学校を受けるんでなければそこまでやる必要もないかなというふうに個人的には思ってるんですね。というのは、まあ、数学新数学演習の問題を一通り解いたからといってそのレベルができるともうなかなか言えなくてですね 例えば東大を受験する生徒さんなんかでも新数学演習のレベルはできなくてもスタンダード演習のレベルがしっかりと解ければまあ合格点は達することは多いです。えー、それまあほの教科の出来にもよるんですけど要はバランスなんですよね。だからまあ数学にかけるそのもちろんモチベーションとかもあるので、えー、その大学に入ってからのやりたいことにも関連してくるので。 全くその、えっと、意味がなないいわけではないではすもちろんその進出学演習をやる意味はあると思いますけれども、えっと、入試の総合点で考えるところではやっぱり他の教科にも強化した方が、えー、より効果的ではないかなというふうには考えてます。というわけでですねまあ標準的なテキストとして、えー、基礎問題成功標準問題成功シリーズですねそれから一対一対応の演習 と進出学スタンダード演習 1, 2, っていうそうですねその辺りをまあ、えー、個別指導で使う予定でいますまあ現在も使っているんですけどねこれを用いて使って指導をしていますのでまあその点はご安心して、えー、受けられてくださいまあぜひねあのー、まあ1か月だけといわずに、あのー、年間を通してね、えー、指導をしていきたいと思ってますんで えどうぞよろししくお願いいたしますまあねあのえっ、ー、とーこれねオンライン家庭教師の宣伝をするつもりで、えー、とこれを初回の動画を上げたわけじゃなくてね、えー、これからもこのチャンネルをよろしくということで「えー、もうね推薦で決まっちゃいました」とかっつってね「あの数学勉強しない」っていう人「卒業しちゃったんですか?」っていう人いるかもしれませんがいや「数産」 理系だったら大学でもやりますからね。数三の延長、えー、微積分それから線形代数数三をやらないで大学入った人も実は薬学部とか医療系のとか農学部の人たち、えー、数三やるんですよ大学でいいですか？あの入試でないだけであって理系だったらあの大学で数が数三は一からやり直しをするわけです、えー。全くしないでそのまま入る人って。 結構痛みに合いますよ、えーまあみんなそ,のそうかもしれないので、えー、まあ大学でちゃんと勉強すればねなんとかなるんですけれども、えー、まあいかにね、えー、楽しんでできるかっていうところに、えー、チャンネルのモットーがありますんでまあね、えー、楽しんで学んでいただけるように尽力してまいりますのでこれからも 4周年5周年と継続して頑張っていく所存でございますので、えー、今後とも引き続き応援をよろしくお願いいたしますはいそれではえー、2023年度の初回の挨拶とさせていただきますそれでは失礼いたします